こんにちは。今回も探索会やっていきます。今右上の方の前回ちょっと取れなかった続きからやっていきます。上のこの小島の付近に出てくる怪獣を回収したいです。あ、見えてきた。あ、ここあれじゃないか。これ上陸できますが、上陸しません。これあれだよね、怪獣回収用の島ですよね。なんか行けなくなった場所に出てくる怪獣とかがここに一気に出てくるんですよ確か。でもう多分強い敵とかも一気に出てきちゃうので、ここは上陸今はしません。なんかアイテムあるかもしれないけど、そう、海の上でもこれできるの忘れてた。そう、一回思い出してまた忘れたよね。あ、やばい。あ、ちゃんと案内してくれんだ。これだけ読むか。この一瞬であったりしてね。怪獣島注意。やっぱさ、怪獣島っていうんだここ。へえ。そう、こんな感じで、ここは注意なとこですね。全然敵に合わない。よし、来た。海の敵は普通だと思うんですよね。普通ではないですね。あ、グリフォンか。グリフォンなんか色がすごいな。確かにこう見るとグリフォンだけど。これどっちだろう。雷か。わからねえ。確かにこれはグリフォンね。グリフォン。レベル25。320の。あー、血なんだ。見た目のまんまか。どっから羽生えてんの？お腹からさ、生えてる羽が気になるね。生えてるってか刺さってる。さよなら。グリフォン OK。グリフォン OK。あー、待って。よいしょ、ちょっと私のメモ帳が。で、あーと、でももう一匹出てくるんだ。なんかぐるぐる回ったらぐるぐる回ってきた。目が回ってきた。あれ？あれ？あれもう色違い出てくるんか。フリムスレス。これなんか何回も言うけど砂漠のあれだろ。あの時どうなんだろう。砂漠水。あ、でも色がね、色がブルーだから分かんないな。もう色違いってすごいな。下が高速回転して浮いてんのか。レベル25。SP320。 弱点ずつ引かん。まただ。あれ、これ自爆するやつだっけ。強。なんでリルこんな食らうの。やばくな。待って。いやー強い。てか倒させて、頼むから。よしよしよし。めっちゃやだめっちゃやだ。これオッケーで、この周りはオッケー。そうですね。で、あと続きまして、どこだこれ。なんか変な場所、どこでもない場所に出てくるやつがいるんですよ。この辺なのかな。この目印もなんもないところ、もっと下か。なんもないな。こういうの困るんだよな。ちょっとサーチしてみよう。
え、この辺かな。この辺ちょっとうろうろしてみますね。やっと来たかもしれん。海に漂うこと15分。あれ、こいつかな。あー、スキットランサーだ。こう確か出てきにくいやついた気がすんな。これまた会わなきゃいけないな、多分。なんか情報がいろいろあって、怪獣島の南でちょっと探してたんですけど、あとイルズベールの東と、あとシエルジェの南東か、なんかいくつかちょっと情報があって、どの辺にちゃんと出るのかがわからなかったので、いろんなところでうろうろしてたんですけど、結局あれだね、シエルゼの、あの南東の本当の橋の海の橋あ、読んでなかった読んでなかった。そこでやっと出会うことができました。また会わなきゃだ多分出現率低、雷ジャックだとね倒すの楽でまあ無事に、まあこの辺で出ること分かったからちゃんと書いとこ。スキットランサーはこの辺です。よし、今ここですめっちゃ端っこにいるからね。じゃあ、あともう一匹出会って街探索に行こうかな。あと一匹、この辺の遠いなー、あの、なんかこう、謎の三角ってなってるところですね。ここまで見ればわかるか。多分ね、海の色が変わってくるんですよ。怖い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 。大体こういうとこであれですよ。なんか巻き込まれて、幽霊船とか、船の墓場とかに行くパターンですよ。なんかゲームとかだとありえそうじゃない。まあないけど、ワイルダムではそういうのないんだけど。出てきてくれ。来た。お、すごい綺麗だ。ラハブ。熱帯魚だ。あんなさ黒いところにいたら目立つよね。あ、でアローフラッシュ覚えたんですよ。光属性のやつ1個だけだけどな。光属性これやっちゃう。効くか分からんけど。ラハブレベル25、320。雷、いやでかい。特に特徴がない。へー、シンプルシンプル攻撃な。よし、これも OK。 よしよしよし。さて、じゃあちょっと街探索一回入れようかなと。どっか島。上陸できないね。これはできないね。どっか島。さて、ダムチェンに来ました。海に出ると何もない島に出くわすことがある。でも、そこで諦めちゃいけない。こまめな探索が意外な成功をもたらす。そう言ってた渡り鳥がいたな。ほー。ちゃんと会話変わってる。残念ながらこの俺にできることは喧嘩の、酒場の喧嘩の仲裁くらいさ。テロリストの討伐はあんたたちアームズにお任せしているよ。すげえ投げられてる感あるけど。ここは人がいたよね、確か。じゃないか。いたベッキーだ。ダムチェンと同じく鉱山の利害とする町があるんだ。
その町の名はホルスト。でも聞いた話じゃオデッサに狙われているんだってさ。なんかすごい噂になってるな。ここ無事でよかったね。ホルストのイベントなんて全然覚えてないんだけど、狙われてたんだっけそんなのあったっけか。マジックショップか。マジックショップはいいや。ハルガイを股にかける。うん、いいね。俺は酒場と家を股にかけてるってもんよダメ野郎だな。で、ガンナータイプ。お酒の2つの効力を特別に教えてあげるよ。お酒は嫌なことを一時忘れさせ、嬉しいことをさらに嬉しく感じさせてくれるんだよいいこと言うな渡り鳥になって気ままに暮らすってのも悪くないな。生活の保障はないけれど、そうね、自由でいられるのはいいよね。各地に残る遺跡とこうやって炎の山脈が暴れ回った傷跡みたいなものみたいなものかもね。あのごつい兄さんはどうしたんだい。あ、やっぱりか。あ、やっぱりいいよ、話さなくて。聞かなくても君たちを見ればわかる。変なことを聞いてすまなかったな。でもなんかこうメンバー覚えててくれるの嬉しいな、ごつい兄さんって。ハルガイア並みは広大で高速艇を持ってしても全ての探索は難しいと聞いてますじゃん。いくつかの海域は浅瀬や陸地、橋なんかによって内海として封じられているんです。探索に見落としがないよう気をつけてくださいよ。そう、これ難しいよね。なんか特になんか2はすごい区切られてる感がある。謎のなんかあれに線に、黒い線になんだっけあれ。オデッサについて新しい情報を集めているんだかな。あ、親方さんかこれ。連中にとっても旨味の少ないダムチェンじゃ情報もなかなか集まってこないんで、ちょっといじけないで旨味の少ないダムチェンかここはちょっともう終わってる感あるもんな。残念ながら。ここは武器屋か。武器屋。パーソナルスキルだっけ、ここだ。そっか。船を使っての冒険は、時に岸から大きく離れて未知の海域に挑むのも悪く、さっき言ってきた。じゃないと出なかった。渡り鳥ならロマンを止めなければ。結構行ったからな。いやでもね、広い、マジで広いよ。外海は広い。海はこのハルガイアで広くて大きなもの。それになぞらえて、あー、空を風の海、砂漠を砂の海と称しておるのじゃ。風の海というと初代なイメージで、砂の海っていうとサードなイメージだな。まんまだけど。どこなんだっけ。あ、お医者さん、お医者さん。ここは繁盛しないねいつ行ってもガラガラだな。いいことだけど。患者の数がどうにもさっぱり増えないはずだ。アンダートラフィックスの崩落事故野郎め、わしの悪口をいろんなところで何かあいつか、あいつ今元気にしてんのかな。怪我があんま大したことなかったあいつ噂は広まるの早いぞ。ハルガイア中に無理やり電波ジャックを行うからテレパスタワー級の感応石が必要だ。でも個人間の連絡くらいなら手のひらサイズの感応石で十分こと足りるぞ。石でできるってすごいね。石だらけになっちゃうな。なんかいろんな人とこうやってたら結局テレパスタワー内にモンスターが住み着いてしまって、観音石のメンテナンスがやりにくくなってしまいました。そうだね、あそこ危険だよ。娘の婿が進んでタワーのメンテナンスに行きよった。これは珍しいことだ。ここはそういう流れなのか。だんだん向こうが認められるようになるね見守ってあげましょう。最初すごいバカにされてたからな。いい方向に行ってそうだな。
さて、ダムチェこれでおしまいですかね。はい、シルバーラント像に来ました。ついにギルドグラードの全面協力を得られましたね。これまでの道のりは短いようで長かった。人は なぜ国境なんて作ったんだろう。深い。外海の様子はどうですか。内海と違って迷いやすいのでは。めっちゃ迷いやすい。初めのうちはあまり陸から離れたところを航行しない方がいいかもしれませんね。この人さ、何気にいい情報をくれる人だよね。シルバーラント隠し部屋は大丈夫。指差し確認よーし。外海はとても広いですから、きっと誰もたどり着いたことのない遺跡なんていうものもあるんでしょうね。たまには探索をしながら公開するのもいいんじゃないですか。新たな遺跡ワクワクしますね。遺跡はね、ワクワクするね。これまで出会った人々と話をしてみましたか。意外なところで意外な情報が聞けるかもしれませんよ。やはり情報は足で探すものですね。そうね、確かにバレリア諸島をさ呼んないとマリアベルのこの機能を加えられないもんね。やっぱちょろちょろ寄るべきか。まあ寄るけどさ。男というのは守るべき何かがあってこそ本当の力を出せるんじゃないでしょうか。何かを、大切なものを守りたい、そういう思いが男を強くした。私はそう思っています。どうしたんだろうこいつ。あのバルキサスが奴らにとっての最終兵器だといいのですが、あれ以上の武器を持っていたとしたら。え、もう持ってるね。もう持ってるわ。次のなんかオデッサの動きもちょっと気になりますね。バルキサスを落とすことで攻撃を受けてばかりの我々が奴らに一矢報いることができました。より広い範囲の移動手段を得ることで、これまでに行けなかったところなども容易に行けることでしょう。でもそれは逆に目的地を見失いやすくなります。注意してください。そうだね。2は結構なんだろう、こういう村人とかが親切な気がするから。話聞いてれば目的地はなんか分かりそうな気がするな。海では何か面白いものでも見つけましたか。点在する島々にもいろいろな洞窟や遺跡が存在していると聞きますからね。オデッサを一刻も早く壊滅させ、世界に平和を取り戻しましょう。ようやく世界が一つにまとまることができようとしているんですが、確かにこっちサイドはギルドグラードも加わってさ、一個にまとまりつつあるよね。ギルドグラードの全面協力も得られ、世界はようやくまとまろうとしています。人の歴史の中でこれほど各国がまとまったことがあったでしょうか。皮肉にもオデッサという驚異的存在が世界の人々の結束を深める役割をすることになろうと。それな、それね、オデッサがいたからこそですね。なんか複雑ですが、さてじゃあ次ハルメッツ行きましょう。近いけどワープスかな。あ、じゃあここからしよう。あ、できないわ。あれ、外か。室内できなかったっけ。よし、ハルメッツ。フォルスター間違えていかないようにしないとな。よし、久々だなハルメッツも。懐かしい。お、黒騎士はその正体を明かさず人知れず去っていく、まさに正義のヒーロー。未だにその正体が気になってるんですよ。実はアームズの中の空に秘密部隊の人じゃないかってね。そっか、もう一人いると思われてるのか。
あんなに変身したけど。そうか。ラブ屋に人はいたかな。どこにあるかは知らないけど、後戻りのできないダンジョンがあるらしいわよ。入ってからアイテムが足りないと気づいても、もう後の祭り気をつけることね。え、どういうこと？どういうことだろう。え、どういうこと？後戻りのできないダンジョン。わからん。なんだろう。熱気道が壊されてからどうも寒くなったような気がするんだよ。北から吹く風を遮るものがなくなったからね。なんでこれ黄色いあれなの。北から吹く風、なんでなんかあれなんだろう。なんかあんのかな。瞳についてわしは何も知らんよ。何せわし生まれてこの方この近辺しか出たことがないからの。逆にわしが話を聞きたいわ。待って、でも気になる今の。なんで黄色い文字なんだろう。ハルメッツの北になんかあんのかな。え、フリーダンジョンまたある。え、フリーダンジョンじゃないかな。進めない。気になるよ、教えてくれ。今度は外見探索かい。あんたたちも本当世話しないな。とりあえず島を見つけたら上陸。それが渡り鳥の基本だぜ。って、あんたたちは渡り鳥じゃなかったな。北か。気になる、めっちゃあれ。ママが言うんだ。正義の味方になるには、人参もピーマンも平気で食べられなきゃダメだって。それって本当なの？美味しいよ、人参もピーマンも。めっちゃ気になる。気にしすぎだけど。未だに加熱軌道は壊れたままだよ。町の名物だっただけに早く直してほしいんだけどね。予算が出ないとかなんとかで、全くこれだからお役所仕事はダメだって言うんじゃ。金はでもすごい高そうだよね。追い詰められた奴らがなりふり構わず暴れ出す。そんな状況だけは避けてほしいものじゃ。じゃがそんな道理が通じるようじゃったら、こんなバカな真似などせんじゃろうな。ちょっと私は北が気になってしょうがない。俺にもあんたぐらいの力があればな。そうすれば奴らからこの町を守ることだってできたのに。ちょっとみんなにはジュテッカは怖いんじゃないか。これだけか。ちょっと地図見たいな。ここから来た。え、待って待って。え、待って、よくわかんない。あ、でもここにホバークラフトついてる。あれ、これ違うじゃない。あれ、あ、島、あ、そこ行けそう。ちょっと待って、ちょっと見てみようか。出たらラッキー。こことか。あ、なんかあった、なんかあった。え、フリーダンジョンかな。あ、これやっぱハルメッツにワープした時しかこれ行けないやつだ。あー、なんかあったよ。お金だ、100ギャララッキー。100ギャラ拾えるみたいです。ここにワープすれば。え、ここ行ってみよう。フリーダンジョンな気がしてきた。何個もあんのか。ちょっと上陸あ、できた。何ですか。あー、捨てられたリフリジレーター。なんだっけこれ。入ってみます。
かこれ立派な。あ、今度雪か。静かに眠りしリフリジレーター、冷気に満ちし石の部屋の奥にてり目を見る。奥にじゃあ行けばいいか。普通に行けるかな。またなんか変な仕掛け。あ、なんか見た。あ、ポットだ。なんだっけ、マジックポット、違う、ミステリアスポットか。マジックポット違うか。ミステリアスポット。今ちょっと回復。海で残られたからな、マジ。さて、アナライズ。うわぁ。ミステリアスポット、レベル25。HP320。逆転属性なしか。なんか、海に、不気味に伺ってる。不気味に伺ってる。怖い。なんか、海にさ、浮かんでたさ、砂漠に出そうなって言ったやつに似てるよね。似てる、かぶる。なんか、ちょっと、かぶるよ。かぶってるよ、キャラが。怖い。怖い、怖い。こんなアップにしなくてもよくない？あ、あるあるある。上にあるんだ。上に登れますか？なんか書かれてある。今は始まりの日。どこまでも続く青き空。広がる新緑の森。それはまさに平穏を彩りし黄金時代。え、何の話？何の話これ。あ、上にもある。上行きたいの？どうやって行けばいいの？どうやって行けんの？行かないか。あ、上に登ってる。あ、行けそう行けそう。意外と簡単に行けた。というか、とっとかない。とどあ、なに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 、何何何だ。わかんなかった今。どっか入っちゃったな。なんだろう。ちょっと字幕で載せておきますね。字幕でなんだか分かんなかったよ。でもギリギリいける。ゆっくり押そう。よし、腕力アップか。よし、どうしても連打してしまうな。ブレンの炎が世界を焼き尽くす。訪れれば嘆きの溢れし暗黒の時代。な、何の話？歴史を語ってくれてんの？今日何なんだろう。謎だなぁ。こっちか。あ、また上にある。で、また書かれてる。あ、なんだ訪れし終わりの日。ちょ、声が荒れ狂う吹雪が世界を覆う。白く全てを無にキスがごく、キスかのごとく。これを読ませて何なんだろう。存在感アピールかな。なんか仕掛けあるし。とりあえず上の取りたいから、なんでこっちから来たんだ。ここに入って、またこうギリギリのやつだ。ギリギリの連打しない。ラッキーカード、ラッキー、ラッキーカード、おー、ラッキー。やったやった。
で、なんか仕掛けだな。なんだろうこれ。ヒントください。なんか色があれだよ。あ、でもこれさ、行っちゃったらもうあれだね。多分合っちゃうから。これ何本当に？ヒントなし？待って待って。何これ。何のヒントもないんですけど。ないよね。おい、おい。何これ。踏んでみるか。何？何？お話の順になんか押していけばいいのかな。黄色ってなんだ？緑の始まり。あれそういうこと？黄色って何ですか？あ、こっから始まるのかな。じゃあ緑始まって、なんか黄色よくわかんないけど、暗黒時代、違うな。いやでも違うはずだな、違うな。赤が来るんだけど、またね。わからん。わかりません。何これ、ケルベロス？いや絶対違う、絶対違う。私の知ってるケルベロスはこんな見た目じゃないよ。なんだろうこれ。死神の子守唄？おい、そういうのいいよ。あれ、寝ちゃった。マジか。アナライズしたいけど、しかもちょっとタフ。なんだこいつ。謎でした。さて、お話を復習していこうと思います。仕掛けわかんなくて、青、緑、黄色か。青、緑、黄色、黄色っていうか金。ここは何にもなかったっけ。青、緑、金。赤、黒、白か。オッケー。ちょっと忘れないうちに早く行きたい。忘れないうちに早く、あ、踏み帳を振り返っとこう。白、あ、よし。待って、青、緑、金、赤、黒、白。ただめんどくさいだけでした。ここの仕掛け。よし、いるかな。あ、いた。君はアルスレート来た。雪をつかさどるものなり、何時の呼びかけに答えよう。やった、アルスレート来た。我の凍れる静寂の世界、我が力はこの永劫に近い世界において、悪しき者を浄化するものなり。やった。装備、気分が忙しくなった。アルスレート来た、パワーチャージ。で、ちなみに覚えられるやつは見てなかったけど、あ、これアローフラッシュ覚えて、ノバストリームが全体か。あれ、もっと8で覚えられる。すごい。アイスビーム。
アークティック。おー、氷系いいね。やったー、増えたぞ。よし、でもやばい、すごい長くなっちゃった。ちょっとすごい長くなってしまったんですが、今日ここまでにします。はい、次回また探索続きやっていこうと思います。ありがとうございました。